Thank you.
決して強制でもありません、サッカーでもありません。ただ聖書でずっと言われているのは、私たちを生かし養い、私たちを潤してくださる神様への信頼の行動と、私たちの感謝の表れとしてなされるものです。本当に砕かれた心、すぐな思いで神様に対する献身を新たにしてほしいと思います。まあ、これに対する知識のない方だとか、そういう方は本当につまずきにならないようにしていただきたいと思います。でも知識ではなくて、本当にこの心で感じる神に対し委ねて生きていきたいと思う方、私たちは神様誠実な方ですから、必ず答えてくださいます。献金のおすすめは本当にどのような方にもしていただきたい、その恵みを味わっていただきたいと思い、励まさせていただきます。近くに封筒があります。また明日が回ります。それぞれの封筒には10分の1献金だとか感謝献金だとか、それぞれの目的を書いてください。10分の1献金はまた私たちのグループの教団のさらに10分の1献金として支え合うものに回されます。皆さんが捧げたものを神様が豊かに用いてくださることを本当に願い捧げてください。信頼と委ねる思いの表れです。そのことがなるようにお祈りします。父なる神様、皆をあがめます。お一人お一人の本当に心からの献金をありがとうございます。強いられてではなく、また利益を求めてではなく、ただ本当に砕かれたまっすぐな心で、本当に正しい神に作られた子供の心で信頼を表していくこの捧げ物をありがとうございます。そしてこれは今あなたの御前に捧げられるものです。私たちの手を離れ、この思いを受け取ってくださる神様に私たちの未来と信仰を委ねます。方は良い方ですから、私たちを豊かに祝福してくださいます。私たちに必要を必ず満たしてくださいます。私たちの想像をはるかに超えて、しかしその願いの本質を叶え、豊かに潤してくださる方です。この献金をどうぞあなたの御用のために用いてください。あなたの御国を広げ、あなたが救いたいと思うもののために用いてください。それを見て私たちはあなたを喜ぶでしょう。それを見て私たちはあなたに励まされ、ますますとなる人を愛することができるでしょう。ありがとうございます。現実が変わっていくことを感謝いたします。愛の力を信じます。イエス様どうぞ働いてください。お一人お一人の思いを合わせて、イエス様のお名前を通して父なる神様の御前にお捧げいたします。アーメン。アーメン。
では、知らせさせていただきますね。これ、夢に出るんですかね。読み上げてもよろしいでしょうか。はい、お願いします。はい、まず最初にリサイクルに関して、はい、という、インフォメーションでございます。はい、インフォメーションです。はい、紙ゴミと、ペットボトル、はい、はい、アルミ缶スチールはダメ、10キロ集めたらトイレットペーパー1ロールもらえるということなんですが、これは沙織さんにマイクを渡してもよろしいですかね。あ、調べました。はい、じゃあお願いします。はい、この度、古紙回収の取り組みを始めたいと思います。紙ゴミが主になるんですけども、あの紙ゴミとアルミ缶とペットボトルを、まあ、この15日に持ってきていただいて、あの下の納屋の方に、入れてください。それで、回収業者に取りに来ていただいて、トイレットペーパーに交換していただこうかと思っています。紙ゴミの方は、新聞とか折り込みチラシ、あと雑誌とか段ボール、牛乳パックを開いたものも大丈夫です。あと本当に、まあ、紙のちっちゃい切れ端とかでも、紙袋に入れて止めてもらって持ってきていただくと、それも10キロの足しになるので、ご協力の方よろしくお願いします。これは15日、はい、15日に持ってきて週明けに持ってってもらう業者さんですから、はい、はい、ただ日曜日とかに、あ、出し忘れたとかって下の倉庫に入れたりするのは、あ、もう全然大丈夫ですけど、はい、次の日ぐらいでしたら、はい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 、皆さん協力よろしくお願いします。はい、続いております。はい、続きましていきます。7月8日、はい、今日じゃないですか、今日ですね、はい、サマーフェスタがありました。これも沙織さんに。沙織ばかり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 。から来ていただいて、かき氷とか520杯以上売れるような大盛況でした。本当に皆様のご協力のもと、成り立っていることを感謝します。またここに送り出してくれて、家族の方が、まあ、家で、まあ、お子様を見てくださったり、ふるさとの見えない働きにもすごく感謝しています。はい、はい、またこれがですね、神様を知るきっかけとなっていくことを心から願っています。また引き続きお祈りに覚えていただけたら感謝です。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。7月の18日火曜日、いますでしょうか。J ガールがあります。J ガール。18日の火曜日と次のも入ってるんですね。8月の9日水曜日、J ガールありますので、はい、ぜひ皆さん、お誘いしますのでご参加お願いします。はい。はい、で、次いきますね。はい、7月の22日、7月の22日、土曜日、お掃除ミニストやります。翔平くん、よろしくお願いします。はい、聞きしてください、聞きしてください。もう結構です。神様は一人ずつを聞いてください。すいません、失礼ですが、これですね、皆さん今暑いんですよ、ものすごく。はい、蚊もものすごく出てきてるんですよ。はい、この苦しい中でこそ、はい、地域の方々見ておられると思いますので、はい、多くの方々に集まってきていただいて、はい、最近ポツポツの地元の方々が、はい、みんなどっから来たのとか、この人たちっていう、はい、聞かれるんでですね、なるほど、そこの教会の人ですって、じわじわと浸透してきたわけですね。じわじわとそんなにこう猛烈にアピールするわけでもなくて、はい、いいかなと、はい、浸透してきていいかなと思いますので、はい、そのような働きにもご参加していただけたらと思います。はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、7月29日、はい、出ませんとか、海外選挙献金日となっております。海外選挙献金日となります。これは詳しくはどなたにお聞きすればよろしいでしょうか。これはね、そのままでよろしいですか。はい、またいろいろね、玄関先には小森選挙士のことであったり、ニュースレターの方が置いてありますので、はい、また皆さん手に取ってお読みいただければ。はい、よろしくお願いします。はい、それではよろしく。
くお願いします。はい、続いて同じ日ですね、29日、はい、土曜日、三味塾ございます。はい、三味塾ございます。三味、はい、これ拍手なしなんですか。三味塾朝の10時からございますので、はい、朝の10時半からセッティングの、協力を呼びかけておりますので、また皆さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、引き続いてですね、駐車場の、件、はい、駐車場の、止め方ですね、はい、これもちょっと前に出していただいたらお勧めが難しいかなと思いますけど、皆さん分かってですかね、はい、もう今日もサマーフェスタがありまして、はい、駐車場の止め方バッチリだったというのもバッチリだったというか、はい、もう皆さん、はい、十分ご承知のこととは思いますけれども、はい、再度説明をさせていただきますと、はい、書いてある通りですね、あの通り、駐車場は1番のピンクから2番の緑、はい、で3番の水色行って、はい、もしそれでもいっぱいになった場合は最後4番に止めると、4番に止める、このような順番になっておりますので、はい、はい、こちらの方も覚えていただいて協力よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、で、最後にですね、はい、忘れ物ボックスというのが皆さんご存知ですかね、あの入り口の方にあります忘れ物ボックス、はい、あれ今結構溜まってるんですよね。はい、たまってますね。はい、はい、皆さんのね、はいの後にですね、自分たちが持ってきた、あそこに、安野さんが見せてくださってます、あの箱の中にですね、皆さんの忘れ物、はい、大事なものとかあるんじゃないかと思います。はい、はい、どんどん溜まっていってしまいますのでね、一回溜まるとなかなか持って帰られない、これを忘れてどうやって帰ったんだろうかという忘れ物もたまにございますので、皆さんぜひぜひ忘れ物のマックスの帰り下にちょこっと上げてきていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、サクサクっといきましたけれども、はい、いよいよ楽しみを、はい、素晴らしいですね、翔平君は怖いイノベーションのレビューの意味でございます。今日の、夜ご飯、夜ご飯、はい、いいですかね、今日のメニューは何ですか、何でしょうか、クリームスープ、すごい、クリームスープ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 、クリームシチューとどう違うんでしょうね、クリームスープ、何に対してですか、それでは美味しい食事の時間とみんなと楽しい味わいの時間を迎えるために最後に対して、はい、シャロー週間にも期待して、はい、隣の人の祝福を込めて、そして自分自身の祝福も込めて、はい、みんなが大きく